今日からショールームでも展示が始まってますので見れる、はい、見ることができます。最初まずは、アルファの歴史を4年ほど前から振り返っていくと、大体こういうのを出すと自分のカメラどこにあるのかなっていうのをみんな追っかけてみると思うんですけども、こんな感じですね。一番新しいのが6700に当然なるんですけども、ざっと見てみるとビヨンズ XR がつくようになったのが S3 から2020年の秋発売のやつですね。コロナの中で、まあ、多分これあの正式なリリース全然ないから分かんないですけど、 CP プラスが中止になったりとかね、あのコロナであの時は Vlog すごい推しの広告がバンバン出てたのに、その後6月ぐらいになって ZV-1 が出たのかなとかで、あのすごい後ろ倒しになってるので、ここの多分スケジュールっていうのが予定外に遅れてるんじゃないかなと思うんですけども、その時に積んできたのがビヨンズ XR で、それまでのカメラの8倍、9-2 の8倍のスピードで動くというプロセッサーが入って、でその後のエポックメイキングでいくと、去年の11月に発売だった 7R5 で、AI プロセッシングユニットが入ったというのが新しいで、 APS-C のカメラを見ると実にですね、間に ZV-10 が入ってはいるものの、これがビヨンズ XR 積んでなかったので、ビヨンズ XR の積んでる、そして AI プロセッシングユニットが積んでる初めてのカメラになります。 R5 が55万、 ZV-1 が35万してたので、AI プロセッシング使いたいんだけどちょっと高いよね、いい値段するよねだったのが、22万で出てくるのでやっと買えるようなカメラになるかな。ちなみにシネマラインを足す と、こんな感じになりますね。割と APS-C も出てたじゃんっていう感じにはなるんですけど、Vlog カムっていう観点で見ると、なんかもう FX6 から 1,2,3,4,5 台、うん、なんかもう α があんまり出てなくて、 Vlog でお腹いっぱいとかっていうふうに言ってる方も気持ちはわからないでもないんですが、今回の6700はもう Vlog フリッキーよりはね、成長進化で 7R5 のAPS-C 版っていう感じですかね。もう発売がすごい空いてしまったので、6600の後継って感じではおそらくないような感じがすると思います。ボディのみで22万でレンズキットで26万円、赤い文字が、なんとなく新しく積んできた機能になります。あれ前もリメン照射じゃなかったのか。リメン照射じゃないの。リメン照射のセンサー積んでる APS-C って FX30 が初でね。あ、そうなんですね。うん、で、クロップして2600万画素っていうと、うん、α7R5 がそうなんですよ、うん、なのであれのセンサーを APS-C サイズに切り出したセンサーみたいなノリになるのかもしれないですね。ほぼほぼ全容と更新されてるみたいな感じで、すごいバージョンアップじゃないですかね。コーティさんも先ほどショールームで見てこられて、最初におっしゃってたのがビューファインダーが明るいという、うん、もう良かったですね。もう見やすいですか。うん、もう想像以上にセブンフォイル明るくて綺麗。2倍なんだ。解像感だとちょっとね、なんか物足りなさ感じるんですけど、でも実際見てみるともう全然関係なくて綺麗、うん、これでいいね、これでみたいな感じ。バリアングルも地味に APS-C の α6000 番台で初では。そうですね、うん、E10 がね、バリアングル積んでる。そうですね、そうですね。α になると初になっちゃう。あと、地味にゴリラ Wi-Fi 積んだとかね。おおおおおお、もう Wi-Fi 転送使ってる人だったら分かると思うんですけど、多分 2.4GB の10倍ぐらい速いと思うので、ゴリラ積んでないともう転送する気になれないんでね、すごいありがたいかな。あと待望のタイプ C 端子搭載ということで、うん、USB PD も対応しているので、高速充電もできますよと。で、まあ、先ほどもセンサーの話もしてしまったので、どんどんすっ飛ばしていきたいなと思います。ビヨンズ XR も搭載している APS-C 初のカメラで、ざっくりここでやっぱ比較するモデルって6600とか α7-4、コジさんがお使いのカメラとの比較をちょっと申し訳ないんですけどもさせていただくと、ざっとこんな感じですかね。ISO 感度とかなんか
二面照射 CMOS なのにそんなに数値変わんないじゃんとかっていう感じではあるんですが、まあその分質が良くなってるというふうな、数値上ではなく、画質が良くなっているようなアップグレードをしているかと思います。その辺の話でいくと、やっぱり AI プロセッシングユニットがあると、これで別のチップが積んでるんですけど、あのカメラの処理というか撮影する時の、 あの設定についても機能向上をしていて、これで、人間の肌ってやっぱあの見やなんていう目がいくっていうかね、うん、あの我々人間こうやって私生活でも相手の顔色を伺ったりっていう言葉があったりとかね、人肌にはすごい敏感なんですね、人間の目っていうのはね、体調悪いんじゃないかなとかっていうふうに、なのですぐ目が行くところを機械で判断してあげて、そこにバランスを合わせるというようなことを、していると。これの機能は全然表には出てこないんですけど、6600とか74には非搭載で、プロセッシングユニットが入ってないとこの機能はついてこないというものになってます。でもね、ちょっと見させてもらうと、太陽光と蛍光灯と、あと、白熱球っていうんですか、その3つの光源のあるところでとっても割とちゃんとしたホワイトバランスを取れるようなバランスを取ってくれるというのが、まあ多分中でチューニングしてる時に出てる条件なのかなと。うちも考えてみたらそうなんですよね、蛍光灯があるのと、白熱球っぽい LED にしちゃってるのと、あと外光も入ってくるので、実はここのお店ってホワイトバランスすごい取りづらくてですね、昼と夜のでホワイトバランス変えて取ったりとかしてるんですけど、まあそういう機能がついているのが、まあ、この AI プロセッシングユニットになりますよ。うーん、で、割と僕もそういうふうな説明をしちゃってたんですけど、 7R5 の時から被写体が増えましたよ、動物鳥だけじゃなくて電車も鉄道も一緒か、飛行機も車も、うん、昆虫も行けるようになったよって言っても、別にこれ今までのカメラで撮れないものではなかった。セブン4でもちゃんと撮れるし、そういうのを使うときはトラッキング、リアルタイムトラッキングがあるので、あれで被写体マークして撮るっていう風なシーンだったんだけど、それを補うような形でこれを使ってもらうっていうのが正しい使い方かなというふうにおっしゃってました。6600も、トラッキング、リアルタイムトラッキングがついているので、それを追うことはできるんですけど、それに AI プロセッシングが入ると、動物を今狙ってるんだなっていうのを理解して、それから始めてくれるので、書いてある通り6600と比べると認識率は 40% 以上アップしてますよと。あと人間も色とか図形だけで判断してるんじゃなくて、人だとか動物だとかっていうのを骨格で判断してるので、人間の姿だっていうふうに分かると、どこに頭が来てるのかとか、目の位置大体どこにあるのかっていうのを推測して撮ってます。なのでダース・ベイダーを撮ってもマントの下に人の体があるんだなって認識できれば、ダース・ベイダーの目をちゃんと追いかけに行ってくれたりとかっていうのをしてくれます。でこうやってすれ違ってる、これ動画から撮ってるやつなんですけど、メーカーさんの出してるすれ違ってても、ここに人がいるんだなっていうのを認識してるので、前に遮蔽物が来てもずっと瞳を探し続けてくれたりとか、あとこういうふうな車とか列車とかの先頭部分を撮るときも、今までだとリアルタイムトラッキングでこのマーク、この色、これを探してくれって言ってやってるので、どっかでなんかカメラが勘違いしてね、ヒュッてどっか行っちゃうことがあったんですけど、そういうのを安心して預けられるようになったかなというふうに思います。まあこれ辺がその違いになっちゃうんですけども、R5 の時に散々やってるので皆さんご存知だと思います。で、たまにお客さん R5 買ったお客さんから言われるんですけど、被写体飛行機取りに行ったんだけど飛行機ちゃんと追ってくれないよとか、先頭のところをマークしてくれるんじゃなかったっけ、たまに見失っちゃうんだけどなとかっていう風な話はあるんですが、実は、これ調整項目があって認識感度っていうのがあります。高いにすれば認識するのかって言ったらそうではなくてですね、誤認識もしやすくなってしまうので、例えばなんですけど猿取りに行った時に岩山で岩にそれっぽい模様があるとそっち行っちゃったりするんですよ。で犬とか取ってても鼻の方に、あれ目を追うんじゃなかったっけ、鼻の方にマークいっちゃってるけどっていうのは認識感度が高すぎる。そういった時って認識感度を逆に低くして標準とかにしてあげると、鼻はもう行かなくなって目だけに行くとかね、で岩山の方には行かなくて本当の猿の目だけに行くとかっていう風になるので、この辺
て、あの実はちょっと調整項目が必要で、デフォルトのままで使ってるとそうやって認識うまくいかないこともあるんで、そういったちょっと使いこなしのコツが必要かなというのが AI の、被写体認識になります。で、手ぶれ補正、こちらも、7R5 で8段っていうのを実現してて、今回5段になっちゃって減っちゃったじゃんっていうところなんですが、ずっと見てるとこうやって細かくちっちゃく書いてあるんですけど、新アリゴリズムによりって書いてあって、 7R5 と同等となってます。で、 7R5 の方の時はあの新開発のジャイロセンサーって書いてあったので、こっちその文言がないから、多分ジャイロセンサーがこっちは従来のやつで、アルゴリズムだけ、新しいものにしてるので、あのそれで質が上がってるのかなと。で、これもやっぱ手ぶれ補正あんま効かないじゃんとかっていうのがあるんですけど、こういうこと撮り方をした時はに効くのが動画の手ぶれ補正で、あの写真の手ぶれ補正っていうのはシャッター切った瞬間にしか効かないので、あのそれなので、そういった質のところであのレベルが上がってますよという説明になります。これがまあ6600と6700の違いですよというのがホームページに載ってるやつなんですが、僕もさっき試してきました。ショールームに行って16555G で、シャッタースピードそんなに少ないんですけど 2.5分の1秒、だから 0.4 秒かで、撮ってみたところで、まあ、あのこうやってビタ止まりしたやつもちゃんと撮れるんですけど、失敗してるやつもやっぱ何枚かあるので、あのぶどまりがそうやって上がってるのかなと。ちょっと時間ないので6600との、 あの取り比べとかっていうのをしてないんですけど、まあ、あのうまくいくときはうまくいくというような、多少ちょっと自分の腕が必要な機能になってるのかもしれないですね。それとあとクリエイティブルック、これが、従来は13種類のクリエイティブスタイルだったのがクリエイティブルックになってます。クリエイティブルック使ってましたでしょうか。使ってます。使ってます。スネッキングさんは何をよく使ってらっしゃいますか。僕ですか、うん、僕はポートレートかな。ポートレート PT、 はい、 PT。 本日使ってます。僕はロゲンドでしょうか、使ってないんですけど、うん、試し撮りした時は FL フィルムルックが結構あのハマれば綺麗だなと思いましたね、うん、なるほど。あとはあの昔からやったビビットとか結構好きでじゃない、なんか緑とか、はいはい、やった時にビビットが結構映える感じがしてましたから昔。そうですね、ビビットちょっと絵全体ビあのそうそう映えるので、はい、あの基本うち商品レビューの時全部ビビット撮ってます簡単になんかパキッとしたいのがね、すごい便利なんですよ。で、話題になったのがですね、この間のソニーフェアで浩二さんとも話してましたけど、うんうんうん、これです。13種類あったクリエイティブスタイルが10種類になって何が減ったのかなっていうと、あとこっちに該当がない FL と IN、 これってなんだっけっていうのが、話題になってて、 FL は、まあ、あのソニーフェアで講師の方がおっしゃってたけど、フィルムルックだろうというふうな話で落ち着いてるんですけど、 IN ってなんだろう謎のまんまソニーフェアが終わってしまっててIN なんでしょうね。 IN なんだろう、ザントラッシュとサイドを抑えるマットレスですか。で、あっちにクリエイティブスタイルには文言があって、まあ大体相当つくわけですよ。スタンダードは ST だし、ポートレートは PT だし、 LT っていうのはまあニュートラルなんだろうな、ビビットは VV だよね。スタンダードとニュートラルってどう違うんだろうって気がしないじゃないですか。まあニュートラルですね。ニュートラル LT 、うん、あと文言もよく読んでみるとなんか同じようなこと書いてあるんですよ。あ、はい、なんですけど、消えてったものディープとかライトとか、はいはい、あとあの SH っていうのは多分ソフトハイキーで、おそらく前のやつでソフトハイキーってないんだけど、その前の時に入ってたんですよね、こういうのね。でもおそらくまあこの中でいくとクリアなんだろうなと。社員とかシャープとか、これ社員とかそういう感じで。あ、社員ね、SH ね、鮮やかさっていうところで、なんかニュートラルとか、はい、割と続きの頭文字二文字じゃないんですよ、はい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 、スタンダードも、あ、スタンダードは ST か、うん、だけどフィルムルックとかってフィルムのルックでしょ、まあ、フィルムルックかどうかそれが正しいかどうかは分からないけどIN は何だろうなっていうね、わ
かんない。英語に詳しいお二人が今日いらっしゃるので謎が解明できるかなと思ってちょっと楽しみにしてたんですけど、あ、言える。よくよく考えたら紅葉とかって1年に1回しか使わないのによく言われたなって思いますよね。紅葉はね、初めて搭載されたのはアルファ700なの、はいはいはい、中級機種以上には紅葉モードって入ってて、はいはいはい、スタンダードモデルには、ね、紅葉って入ってなかったんですよね。1年に1回しか使えないんだけど、まあ、気持ちは分かりますけど、ね、中級機種以上の、ね、特殊機能だったんですよ、これ最初は。よく入れたなと思います。なんでしょうね、何なんだろうな。そソニーさん あのエイエソンの間でもあの情報降りてきてなくて、あの謎になってるままなので、なんかこう全然わからない、全然わかんないですよ。作例かなんかを見た方がヒントになるかもしれない。あ、一応ここにね、アイエドの作例はね、あることは、コントラストとサイドだから多分ニュートラルです。 Nは上のニュートラルって多分ほとんど入れていますね。あー、なるほど。だから I がだから、うん、少し拡張されたニュートラル、インテグレテッドニュートラルとかね。インテグレテッドニュートラル、うん、新しい解釈が出てきましたね。いや、かなとか、うん、でもなんかそれっぽい気がします、うん、だから MT と、うん、だから MT もシャープとか最後されてるから多分ニュートラルは、うん、M はニュートラルじゃないかなと。あ、なるほど、なんとかニュートラル、そうそう、なんとかニュートラル、うん、ご意見ご要望をお待ちしております。はい、連射の方がですね、秒11コマいけるんですが、まあ、他のモデルとも一緒で最高速のハイプラスは、アフタービューって言って、撮像した映像処理した後の映像が映るのでちょっと遅れてくる。なので固定画角にしといてダーッて撮るときに使うモードで、被写体を追いかけるとかっていうときはライブビューになっている、ハイモードを使うようになります。秒8コマになってます。でサイレント撮影も可能で最高11コマの電車がサイレント撮影でできます。サイレント63600の時は、サイレント1コマで、裏面照射シーモスのおかげで読み出しスピードは2倍以上になっているということなので、あの電子シャッターでも、歪みは少ない、ほとんど目立たないんじゃないかなというような機能になっています。でその他の機能、ヒーフが対応になってたり、ヒーフはこれ 7S3 からですかね。で、ローファイルタイプ、あとハイブリッドログガンマーの静止画モードも進んでます。いまだにちょっとこっちは、ソフトウェアの拡張がなくて、今撮るとカメラからブラビアに直接 HDMI で出力しないと見れないのは相変わらずなんですけど、あと、フルタイム DMF 機能、レンズの方に積んでついてますよね、うん、これがカメラに積まれるようになったのって実は R5 が初めてなんですよ。どういうものか、ちょっとフォーカスブラケットは何回も説明してるのでご存知ですね。フリッカーレス撮影っていうのも、まあ、これは、勘違いされてる方多いですけど、引くのは蛍光灯だけ、 LED 光源が効かないフリッカーレスで、LED 光源とか、50Hz、60Hz 以外のものに関しては高分解シャッター機能っていうのを使うんですけども、これはセノフォーにも積んでるんですが、フリッカーレス TV 調整っていって自動調整してくれる機能っていうのがやっぱ 7R5 から入ってる。これも、積んでるのは6700、APS-C では初になりますね。あと連写も1000枚以上になるという UHS-2 対応になってるのでそれが可能になってます。でフルタイム DMF、これはですね、AFMF の設定項目に入ってます。7R5 以外だと多分入ってないと思うので今のところ、これ見てるのは 7R5 のユーザーさんだけで、 ED にするとどういうことが起こるのかっていう と、あれこれいかんのかな、こうやって、AF 使ってますね。でここでいきなり、フォーカスリングをグッて回すと AF が効いてる状態で、こうやってフォーカス向こうに持っていけるんですよ。で今これ動物認識やってるので、この姿で動物だって認識するのもすごいんですけど、こういうことができます。積んでる 70200GM2 とか、あと今度新発売の 70200G2 にも積んでて、前の 70200GM にも積んでるのかな。そっちはレンズの方にあのフルタイム DMF っていうのがついてるので、そうするとパッとやった時にあフォーカスずれたって言ったら
あの全然フォーカスのモードいじらずにフォーカスリングをぶって回しちゃえば、フォーカスが動くんですけども、その機能がカメラについたっていうのがちょっと新しくてですね、これが6700で利用できます。であとは 4K120p のハイフレーム記録ができます。1.6 倍にクロップされるのかな。であとはカメラ内で、タイムラプスが撮れるのはこれ ZV-E1 これに初搭載のものが積んでるので、さすが一番新しいアルファですね。あとは動画のその他の機能はこの辺で、ユーザーラットとか FX30 にしか積んでなかったのかな。 R5 に積んでる、あ、E1 に積んでるのか、とかいうのも入ってるので、なかなか全部のせなすごいカメラになってるんじゃないかなというふうに思います。この辺が搭載非搭載の表になっています。422.10bit っていうのを全然知らないお客さんがもし入ってきてたら絶対に分かんないだろうなと思ってて、一応チャートは用意しておいたんですけど、皆さんご存知だと思うんで、知らない人いないですもんね、はい、それが色情報だけ、こうやって削除することができるというか、しないとデータちっちゃくならないので、こういうふうな白黒テレビの時代の技術が未だに生きてるんだなという。420で普通は撮ってるんですけど、422にすると、こうやってデータがちょっと色データが増えるので、より高精細な絵になります。ただ、さっき録画した絵を僕らが見ても人間の目では多分判断つかなくて、編集してその時の劣化が少なくなるっていうようなフォーマットになります。この辺画質良くなるのかなと思って使わなくても大丈夫です。420で使ってください。であとはそれ以外の機能、ブリージング補正とかっていうのも何気にそんなに積んでるカメラってないんですよね。7-4 は、ギリ積んでる対応してる感じだったのかな。7-4 から初めてじゃないですか。7-4から初めてですね。ブリージングも7-4、フォーカスマップも。あとは手ブレ補正アクティブとかは、ダイナミックが出てきちゃったのであれなんですけど、ダイナミックは今のところついてるの ZV-1 だけになりますね。あとオートフレーミングがなぜかついているという、 ZV-1 譲りのものがついてて、今日はそれで撮影をしています。動いてるでしょうか。動いてます、動いてます、はい。ここから実機の様子です。ここに実機まだないんですが、先ほどショールームで拝見させてもらってきました。マイダイヤルが搭載されるようになって、違和感があるのがちょっとこのスイッチの位置でね、今までのやつだともうちょっと前の方にオンオフのスイッチが来てると思うんですけど、ちょっとサイドの方に逃げてるような感じ。これは、マイダイヤルと干渉しないように、ダイヤルいじった時に誤ってスイッチオフにしたとかオンにしたとかっていうのがないようにするためにちょっと横向きになってるので、初めて触る人はあれ電源ボタンなんか変な位置にあるんだけどってなるんですけど、おそらく自分のカメラとして使ってるとだんだん慣れてくるのかなと。でこの2階層のモードスイッチ、なんていう名称になってるのか正式名称がよく分かんないんですけど、僕はメゾネットモードスイッチとかね2階層スイッチとかって名前にで呼んでるんですけど、すごい便利ですよね。7-4だと前の方にロックボタンがあるのでそっちでいじってたのが、今回全部手前の方に来てるので、この方が感覚的にはいじりやすいかなというふうに思いました。そうですね。であとはこの電子ビューファインダー、倍率だったりとかドット数だったりとか6600とは変わらないんですけど、輝度が、2倍に向上してて、先ほども話してましたけどすごく明るく明るいとすごい綺麗に見えるんですよね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。ね、解像度もかなり上がってる風に感じてしまうところが、230万ドットあるん でサイズ的には APS-C なんでちょっとちっちゃめの像になるので、なんだろう、それもやっぱ R5 とか の超高解像 EVF と比べて遜色ないような感じで見えちゃうかもしれないですね、明るさと。そうですね、ファインダーは本当にすごい良かったですね。で、IPS カップもちょっとワイドなやつで、上にスカッて抜けるようなやつになってるんですけども、まあ、なので落っこちないようになってもらう、6センチはちょっとついてなかったんですけども、端子類が待望のタイプ C になって、
スーパースピード USB、5ギガ BPS 対応。すると、充電の方も、USB PD も、9V 1.5 アンペア入力対応になってるかな。自分で測りました。測ったところこのスピードで入れてるので、20W の充電器を使えば、一番ハイスピードで充電ができると思います。本体内充電で170分で、専用チャージャーは150分で満タン充電してるので、ほぼ遜色ないぐらいのスピードで充電ができるようになっています。この USB PD に対応してないと 4,5 倍時間かかったらしいので、だいぶこれで、本体内充電でも使い物になるのかなと。ただ昔のねポータブル電源とか使うと 5V 0.5 アンペアのやつとかあるので、そういうのだと従来通りのスピードになってしまうので、なるべくちょっとそういうのも気をつけた方がいいかなと。 USB Type C 便利なんですけど、規格がもう乱立しちゃってるので、自分でちゃんと注意しないとそういうのは使えないですね。あと、グリップの形がちょっと変わっています。若干こうやって、持ち手がちょっと降りてるのは、おそらく上からこうやって持った時に持ちやすくするためのものなのかなと。レンズの方は、FC レンズが今21本で、皆さん、勘違いされてますけども、今回出た 70-200G2 はフルサイズ対応レンズですので、この50本の方に入ってると思います。一緒に発売されてるので APS-C 専用レンズだと思われてる方が中にはいらっしゃるかもしれませんが、フルサイズで対応レンズですということで、これは APEX30ZV-E1 との比較表になっております。赤い文字がちょっといいところ、R5 とか 8K が撮れますね。 5.0 だと 5.5 だとなんか差を感じられるほどのものなんですか？全く僕には分からないただ社内で測定するときは機械使ってやってるだろうから、それで必ず差が出てるって、そういうのは言ってるんだと思うんですけど、おこれ 0.5 段効きが悪いんじゃないとかっていうのは多分プロでも分かんねえんじゃないかなと思うんですけどぜひその辺の何でしょうね、手ぶれ補正評論家の方からお話をぜひお伺いしていただきたいなと。ということで以上が α6700 のご案内でございました。来週火曜日7月18日10時予約開始で、28日、発売予定になってます。夏休みに持っていけるコンパクトなカメラです。ぜひご検討ください。